まずまあ僕たちも練習前に聞いて驚きましたが、まあ、監督にが変わったということで、堀さん、はい、今どのように捉えられてますでしょうか。そうですね、伊藤監督とは、まあ、今シーズン最初から、一緒にやってきて、まあ、なんとか力になれるようにという形でコーチとしてやらせていただいてたので、まあ、まあ、ショックというか、残念なことになってしまったことに、まあ、責任は当然感じています。言える範囲でいいんですけど、まあ、選手たちは本当に今日ミーティングで聞いたという話を、はい、話していたんですけど、後継選手と遠藤選手は、はい、堀さんはこうどういう経緯、言える範囲でいいんですけど、監督就任する今日ですね。あ、はい、なるほど。どんなこう話があったんでしょうか。まあ、チームの成績、まあ、選手に話したこと、クラブのスタッフが言ったことと全く同じようなことを聞かされたというか聞きました。なるほど。伊藤監督からはどんな話がありましたか。まあ、僕の方も申し訳なかったということを話したのと、まあ、頑張ってください、まあ、ありがとうっていう、まあ、僕だけじゃなくてスタッフみんなにありがとうという感謝の逆にこっちがありがとうございました、ね。はい、選手たちもそういう話が伊藤監督からあったと話してたんですけど、はい、堀さんとだけ直接というか2人だけで話したこととか何かありますもしあれば。本当にその短い時間でもうちょっと話して、申し訳なかったとか、そういうような程度で、まあ、この後また時間あったらちょっとゆっくり話をしましょうっていう形で、ちょっと今日はお互いに時間がなかったので、はい。まあ、シーズン開始前にちょっと伺った時にも、伊藤監督とはこうサッカーの考え方がこう少し似てる部分もあるってお話をされていたりとか、はい、まあ、いわゆるいい関係性でやってたのかなと僕は勝手に思ってるんですけど、はい、まあ、今ちょっと責任を感じてた話もありましたが、はい、まあ、サッカーはまた変わる可能性ありますけど、その伊藤監督の、まあ、思いも背負ってというか継いでというか、そういう気持ちはまあ当たり前かもしれないんですけど、やっぱりありますかね。いかがでしょうか。ああ、もうそれは、なので、監督のことを打診クラブの方からしていただいたときに、まあ、僕らが残っている人間、選手もスタッフも含めてその人たちで何とかするのがいいんじゃないかなと自分自身は考えました。まあ、次は金沢戦ということで、まあ、あまり時間がない状況ではありますけど、残りで見れば17試合ある中で、どんなこうチームを作り上げていきたいなというふうに考えてますか。そうですね、まあ、選手、試合をやってる選手もそうですし、あと見てる人たちも、まあ、本当にこう躍動してるなと思ってもらえるような、そういう試合ができるような持っていき方をしたいと思います。ベガルタとしてはこうシーズン途中での監督交代というのは、まあ、いわゆる2年連続になるわけで、まあ、もちろんそのこれが刺激になるって考える人もいると思いますし、逆にこう大丈夫かなって不安に思うサポーターの方もいると思うんですけど、はい、まあ、そういう方に向けてというか、はい、なんかまあ意気込みみたいな形になっちゃうんですけど、その部分いかがでしょうか、今後に向けて。まあ、そうですね、選手たちにも話はしたんですけど、それぞれが自分のできる最大限をやって、それを見てる人がどう感じてくれるかだと思うので、まあ、できることを最大限やろうっていう話、選手たちとは話しました。練習前ちょっとちらっと聞こえた部分だと、まあ、プロだから、まあ、こういうこともあるという話、堀さんから口からあったかなと思うんで、はい、まあ、これはある意味すぐ切り替えて刺激にしていかないといけないなっていう気持ちもあります。そうですね、決して軽く忘れろとかそういうことではないんですけれども、やっぱり次がまたすぐ来ますし、自分たちだけではなくて、まあ、クラブ内のスタッフもいたり、あとはファンサポーターの方もいるので、そこの人たちに対してもやっぱりしっかりとそういった姿勢を見せなきゃいけないと思うので、切り替えようという言葉がいいのかわからないですけどね、そういうには感じて選手たちですね。じゃあ最後に、まあ、今ちょっとチーム状況としては結果だけ見ればしばらく勝ちがないという状況で、非常に難しい状況での監督就任にはなりましたけども、繰り返しになっても構わないですが、この17試合監督を引き受けたことに対しての意気込みと今後のことについて一言お願いします。今年から仙台の方にお世話になっていて、まあ、シーズン当初、まあ、クラブも何ですか、被災地訪問ですとかいろんなパーティーがあったりとかで、本当にこのクラブは多くの人に応援してもらって支えてもらってるんだなっていうのを感じました。で、やはり被災地ということもあって、そういう全員で協力して頑張ってるっていう姿を見せられるということも、まあ、サッカーの結果も一番大事だと思いますけども、そういうものもチーム内に出てくればいいかなと思います。ありがとうございます。他に何か
はい、じゃあすみません、テレビ以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。